山々に。エッセル大樹も本日をもちまして1周年を迎えることができました。感謝状、福田和子殿。花畑を見て喜んでいただければと思ってみんなして作っております。公園事業の認定もいただいておりますので、これから